軽自動車にスーパーハイパブームを巻き起こしたダイハツサンドが、先進安全装備の新搭載など魅力的なマイナーチェンジを果たしました。3代目タンガにおける今回のマイナーチェンジのポイントは、なんといっても先進安全装備をスマートアシスト3に進化させたことです。これまでのスマートアシスト2は赤外線センサーと単眼カメラを用いたフリクラッシュセーフティシステムでしたが、新しいスマートアシスト3では左右間隔 80mm の世界最小ステレオカメラを使ったシステムに改良されています。これにより衝突被害軽減ブレーキの作動速度域の拡大を実現しました。またソナーセンサーを使った左右後方の障害物検知システムやオートハイビームなど、より安全性能を高めています。それでいて価格据え置きというのはユーザーに嬉しいところ。ではスマートアシスト3の機能を見ていきましょう。対歩行者用衝突回避支援ブレーキ機能。約4から50キロで走行中、前方に歩行者を認識し衝突の危険性があると判断した場合に、速度差が4から30キロでブレーキをかけます。被害軽減ブレーキアシスト。ブレーキの踏み込みがあった場合に強力なブレーキアシストを作動します。車線逸脱警報機能。約60キロ以上で走行中にウィンカーを出さずに走行している車線から車両がはみ出しそうになると、ブザーとメーター内の警告灯でドライバーに危険を警告します。対車両用衝突回避支援ブレーキ機能。約80キロ以下で走行中に前方車両を認識し衝突の危険性が高まった場合、速度差が約4から30キロあれば緊急ブレーキが作動し、被害軽減や衝突回避を支援します。対車両用被害軽減ブレーキアシスト。約80キロ以下で走行中に車両が衝突危険を認識した際、運転者のブレーキの踏み込みがあった場合には強力なブレーキアシストを作動します。誤発進抑制制御機能。最近よく報道されているアクセルとブレーキの踏み間違いによる誤発進を抑制します。車両スピードが10キロ以下で前方で約4メートル以内、後方で約2から3メートル以内に障害物などがあればエンジンを制御し衝突を防止します。先行車発進お知らせ機能。信号などが変わって先行する車が約3メートル以上離れても自分が発進しなかった場合、ブザーでお知らせする機能です。なお、これらの機能が作動する条件はカタログなどで確認をお願いします。オートハイビーム。ハイビームで走行中、対向車のヘッドランプなど前方の明るさを検知してハイビームとロービームを自動で切り替えます。これらの機能以外にもアダプティブフロントライティングシステム、動態検知型バックモニターなどの先進機能が搭載されています。タンドカスタムのメーカー希望小売価格は122,400円から187,3800円となっています。グレードによってはスマートアシスト3がつかないものもありますが、価格差は64,800円なので、スマートアシスト3がついたものを選ばれることをおすすめします。